ただいた、ちょっとはい。ゆっちって呼んできます。ゆっはい。ちにのプロフィールを皆さんご存知だと思いますが、紹介していこうと思います。今日のゲストは白井雪乃さんです。はい。チーム K2 のニックネームはゆっち。9期生で、誕生日は2000年9月28日。大型の愛知県出身。身長は160センチ。メンバーカラーは赤、白、黄緑、黄色です。失礼しました。赤、白、黄色です。はい。では、もしよければ、キャッチフレーズをよろしくお願いします。じゃあ皆さん、コメントのね、皆さんもね、お願いしますね。はい。はい。皆さん、手拍子の準備はいいですか？はーい。いきますよ、せーの。みんなで一緒にゆっちーず。キーズ。はい、ゆっちこと、9期、K2 の 白雪乃です。お願いします。お願いします。恥ずかしい。ありがとうございます。すごい、いろいろ今テンパってしまっていて、肝心なところを間違えちゃってごめんなさい。全然いい。すいません。本当に全然いい。恥ずかしい。ただただ恥ずかしい。はい。では、今日は、この、おはようさんちゃんラジオは、お便りっていうのをいただいてて、ちょっとそのお話をしていきますね。はい。今回、前回のお便りで、一通しか、その、放送日までに、届いてなかったんですけど、カノンのもとに。はい。今回、その後から15通、メールが、お便りいただきました。ありがとうございます。はい。なので今日はそこから、2つご紹介できたらなと思います。では、1人目から読ませていただきます。なので、ゆっちも聞いていってください。DJ さんちゃんへ。DJ さんちゃん、そしてゲストのゆっち、おはよう。おはおはようようごござざいいます。ます。忙しい中、ライブ配信お疲れ様です。いい、ありがとうございます。2回目にして、東京からの放送ということですが、展開が早いですね。さて、今回はせっかくゆっちが来てくれているので、ゆっちのかのんちゃんに対しての第一印象を聞きたいです。できれば、かのんちゃんのゆっちに対しての第一印象も聞きたいです。暑い日が続きますが、体調に気をつけて頑張ってください。です。ありがとうございます。第一印象。ありがとうございます。第一はい。印象ですか？第一印象はい。は、私多分、かのんちゃんを初めて見たのが、はい。レッスンとかじゃなくて、かのんちゃんのショールームだったのよ、私が。初めおお。て見たのが。ありがとうございます。で、あ、なんかやばい子入ってきたぞって思って。なんか多彩な人が入ってきたぞと思って、いや、これは負けてられないなと思って、そう、なんかね、すごかった。本当になんか、9期にはいない、なんか、何でもできる子、なんて言うんだろう。多い彩やいな子が入ってきたって思って。うん。やいや。ありがとうやばごいざいとます。思っシて。ョールーム見てくれたんですね。嬉あしいです。嬉しいです。やばい子、ありがとうございます。ごい嬉と思しいいです。ます。ありがとうございます。ちなみに、なんか印象に残ってるのとかありますか？なんか、ショールームで。例えば。はい。私は、妹かな？妹はさい。んなんか、ハ妹。モって歌ってたやつが、もうびっくりして、めちゃくちゃうまいじゃんって思って。ありやばがいとうよ。ございます。そう嬉ね。しいです。だから歌唱力すごい楽しみです。一緒に頑張ろ頑張ります。ありがとうございます。頑張りう。ますかな。はい。歌唱力だけじゃなくて、ゆっちは、コント劇もだし、その、研究生でコント劇入って、その後、歌唱力でって言って、結構、カノンは結構、ゆっちが、一個先を行ってくれてて、カノンは今、それに向かって頑張ってるんですけど、だからなんか勝手に、やっぱり、
一緒とはまた違うんですけうど、なんか先輩がこう前を行ってくれてる感じがして、カノンもついていきたいなって思うし、ついていきたいなって思ってます。はい。なので、頑張ります、カノンも。頑張りましょう。ありがとう頑張ります。ありがとうございます。で、カノンのちょっとユッチの印象もおございます。はい。話したいなって思うんですけど、どこを第一印象にするかっていうのがちょっと難しいんですけど、この前のコント劇の、グッズの撮影があったじゃないですか。その時に、結構、同じバスで、その時に、すっごい緊張してたんですよ。先輩と二人でバスだと思って、緊張してたんですけど、その時に、すごい優しく、ゆってぃの方から声をかけてきてくれて、はっ、なんて優しいと思ったのが、すごい印象に残ってます。私優しかった、本優しかったです。当に嬉しかった。嬉しい、なんて話しかけようかなとか、すごい迷っちゃう人なんですけど、もう乗ってきた時からおはようって言って、いっぱい話しかけてくれたので、すごいその後も、お話とか、こう、行きやすかったし、嬉しかったです。ありがとうございます。ありこれがとが、うございます。いえいえ。結構印象に残ってるんですけど、あとは、第一印象とはまた違うかもしれないんですけど、なんか、先生が同じだったんですよね、ボーカルの。それも、なんか、縁じゃないけど、ちょっと、嬉しかったというか、なんか、私がもともと習ってた、ボーカルの先生に、SKE を受ける前、SKE を受けるときから、ゆっちのことを聞いてたので、そう、会えて嬉しかったし、おお、一緒の先生から習えてたんだって思って、そのつながりが嬉しかったです。さあ、そうなんです。そうなんですよ。そうなんですよ。皆さん、ちょっと、ゆっちとは話したけど、皆さんちょっと知らないなと思って、ちょっと今話してもらったんですけど、ちょっとした共通点です。そうなんですよ。だから、嬉しかったです、それも。かわいい。それでは、はい。次のお便りにちょっと行きたいと思います。はい。今回の、お便りのテーマが、東京と、あともう一つコント劇っていうことだったんですけど、東京について、なかなか外には行けないと思いますが、浅草以外にぜひ行ってみたい場所、街は、食べてみたいもの、お菓子は、という質問をいただきました。で、カノンが、東京っていうと、本当に夢の国か、夢の国か、あと、オーディションで結構来てたんですけど、オーディションで来てたのと、あとそのオーディションに来た時に浅草を行ったことあるぐらいで、今回のコント劇で、まだ全然東京のことを 知らないし、美味しいグルメとかあんまりわかんないんですけど、この質問に対して、ゆっちがなんか結構、なんて言うんですかね。はい。いろいろお店に行くっていうことを昨日ちょっと聞いたので、何かおすすめの場所とかありますか？私は東京来て一番お気に入りだったのは代官山っていうエリアで。おお。代官山っていうなんか、おしゃれな おしゃれなエリアなんだけど、なんか可愛いカフェが本当にいっぱいあって、なんか、なんだろう。私、甘いものが本当に好きなんだけど、なんか、フライパンにオレオが敷き詰めてあって、で、そのオレオが、
熱々なの。もうフライパンでオレオ焼いてんの。ええー、熱々これのオレを。オが敷き詰めてあって、その上にバニラアイスが乗ってて、で、熱々のオレオの上でバニラアイスが溶けて食べるスイーツっていうのが代官山にあって、もうびっくり、もうびっくり美味しい、本当に。えー、みたいな、もう。目が輝く、本当に美味しくて、それがめちゃくちゃおすすめ。なんていうカフェか忘れちゃったけど、なんかルイカフェみたいな名前の、めちゃくちゃ美味しい。が、美味しまあ、そうです。行きたいです。なんかね、レッスンとかがね、始まる前とか行けたりね、なんか、そう、でも何時からやってんだろう、わかんないけど、お昼とかね、レッスン始まる前にもし行けたら、一緒に行きましょありがとうございます。今、代官山が出たんですけど、なんか、ユッチー似合うって来てます。おしゃれってことですかね。彼女もあんまり詳しくなくてあれなんですけど。そうなんですね。ありがとうございます。よし、じゃあ、行きたいなって思います。イェイ。みんなマキコさんを誘ってって言って ママキキココさん さん。マキコさんマキコさんは毎回タピオカ飲んでるイメージ、毎回タなんピオかカ、今回もみんなでタピオカ飲みましたよね。美味しく。去年もそうだったんだけど、マキ去コさ年。んがタピオカ大好きで、なんか毎回練習の時タピオカ 飲んでるみたい タピオカ毎飲みなんですね、マキコ毎さん。日飲んでるイメージある、マキコさん。ええー、毎日。めっちゃタピオカ大好タき。ピオカ美味しいです。おいでもしい。毎日は結構。ややばいですね。ばい、やばい。結構すごいですね。相当好きな。そうなんですね。じゃあ次にコント劇のコーナーについてい。いきたいと思います。はい。同じ方なんですけれど、演技研究の中でも舞台は初めてのことでしたが、稽古を始めて気づいたこと、心がけてること、難しいなと思ったことを知りたいです。以上、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、っていうのをいただいてるんですけど、じゃまず、カノンからちょっと話したいなって思うんですけど、なんか、カノンは今回コント劇初挑戦で、演技はもともと習ってたんですけど、初挑戦でちょっとドキドキしながら行ってたんですけど、稽古を受けて思うことは、やばい。カノンこのままじゃやばいぞって今、すごい思ってます。やばなんくかない。ゆっちもそうですし、もうみんな、こう、面白い。コント劇っていうのがすごい、こう、ハマってるっていうのがあって、ネタバレになっちゃうから言えないんですけど、すごい、面白いところがあるんですよ。皆さん、ゆっちに。面白いところがあって。早く見たいなって思います。はい。皆さんが、動きとか、言い方とか、すごい面白くて、ちょっと、面白いね。わかんないことがあったら、教えてください。いや、私面白い。なんか私もめちゃくちゃ、まあ去年もそうだったんだけど、私もさんちゃんと同じで、一人でボーンって先輩の中入って、やばいと思って、何が面白いのかもわからないし、どうしたら笑ってもらえるのかもわかんないから、なんかすごい試行錯誤して、で、先輩にもアドバイスもらって、なんか大人のカフェさんたちにもいろいろ聞いたりして、いや、どうしたら面白いんですかねみたいそうですよねって。そう、やってたけど、やっぱり本番にならないと本当にお客さんが笑ってくれるなんかわかんなかったから、本番で滑った時ももちろんあったし、逆に、これ面白いの？って思って笑われた時あったから、そう、そう私なんだ。は、そう、去年のがあったから、なんとなくこうすればいいんだなっていうのが分かったけど、やっぱ最初は本当に何もわかんないと思う、本当に。そうなんですよ。カノンも、どこを、こう、
どうやったらいいんだろうっていうのがすごく大きくって、うん。うん。どこで笑わかせたら、こうん。う、面白い方に持ってったらいいんだろうっていうのが、すごい迷ってるので、そうだはね。い。なんな、か、そう、役とかにもすごいよるうよね。ん。ボケ役の人とツッコミ役がさ、あるやん。うんうん、確かに。そっか。あ、さんちゃんね。なんか、あー、でもな、言えないんだけど、まあ、こう、皆さんにね、言えないんだけど。なんだろう。あ、でも作れるやつ、あるっちゃ、ある、と。ありますか？うん、あ、多分ある。わかりました。じゃあちょっと 見つけれるように頑張ってみます。頑張ろう、頑張頑ろう、張本り当まに。す。ありがとうございます。いや、でもね、わかんないよね。私も、未だにわかんないもん。本当に。だから、なんか面白いやつあったみたいな感じで今言ってくれて嬉しかったけど、全然自分一個も面白いやつできてないと思ってたから、結構。いやいや、そう。頑張ります。かな、一緒に頑張ろありがとうごう。ざいます。頑張ります。 そうだはい、ね。本番はアドリブだね。アドリブが怖いけど。アドリブ怖いです。本当に怖いです。 なんか、大体、加賀さんとか、飯野さんがアドリブをなんかぶちかましてきて。ぶちかない。 いや、もう、月中に笑っちゃうの、本当に。いや、それ台本載ってないじゃん、みたいな。めっちゃ笑っちゃうから、本当にそれには注意しましょう、マジで。わ本か当りに。ました。注意大して変で頑張っていこうと思いす。ます。今なんかちょっとコメントでショールームの方の「ゆっち靴飛ばした伝説だよね」っていうふうに来たんですけど、そう。いや今ちょっと思ったのは、コント劇、歌唱力も控えて、こう、あと追ってる身として、カノンは靴を飛ばした方がいいのかなって今思ったんですけど、靴飛ばす？靴飛ばしますいや、か？であもれは、靴、もう、ミラクルだった、ミラ靴。クル、本当だったんですか？なんか、その時に、なんか、もともと加賀さんを蹴るシーンだったのよ。なんか、加賀さんを足でバンバン蹴るシーンで、で、いつもは、靴にバンド引っ掛けてたんだけど、なんか、バンドが痛くて、その時、ヒールだったんだけど、靴の、なんか、バンドを外しちゃったのね。でも、そんなに蹴っただけでは、別にヒールは脱げないと思ってて。そしたら。蹴ってたらなんか もう本当に綺麗に放物線を描いてなんか客席に飛んでっちゃってめちゃくちゃ気合い入れて蹴ったらそう空振りしちゃったのよ本当にあやらかしたって思ったね本いやでもカノンも前回の、前の作品を見させていただいたんですけど、今回やるってなった時にもうそこ大爆笑でしたもん。 なんか飛んだみたいな。 なんか飛んだってなって、もう一瞬フリーズした方だ。いやさすがだなって思いました。もう口が閉じなかった、本当に。やばい、どうしようと思って。でも今度もしカノンがやっても絶対あれですもんね、滑っちゃいますよね。 真似したなって、カノンちゃん真似したなって皆さんに思われちゃでも何かしら絶対に本番にミラクル起こるから、う。もう私とさんちゃんのそのミラクルを楽しみにしてます。何かしらある、多分。頑張ります。ミラクルを起こせるように頑張ります。頑張ろう。頑張ります。はい、ではお便り皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、もしあればで全然いいんですけど、カノに、こう、いつも稽古をしてる時とか、今までで、ね、なんか聞いてみたいなって思うこととかありますか？あ、私が、かんちゃんに。はい。何聞こっかな？あー、じゃあ、なんだろう。SKE 入って、まだそんな時間経ってないと思うけど、一番、なんか、悩んだことっていうか、ちょっと、苦しかったことっていうか、挫折しかけたことある？あります？そうですね、まだ多分先輩たちに比べたら全然大したことではないと思うんですけど、なんかこの前青ガニ
出させてもらって、最新ガールズ公演出させてもらって、ちょっと、練習、表情の話なんですけど、練習よりも本番、全然うまくできなくて、先生からも 本番が一番ダメだったよって言われちゃうぐらい 表情が、ちょっと自分でも納得いかなかったし、そう言われちゃって、あ、やばいやばい、どうしようってなって、表情とかってどうやって作ってますか？私、YouTube の皆さん、私、表情できてますかね？わかんない。私、ごめんね、こんな、何、ちょっと、そんなに、私も先輩に比べて全然だから、いやいやいアドや。バイスって、アドバイスは本当に全然できないんだけども、表情は、なんだろう。どうやって練習したかな？私も、なんか、曲によってあんまり表情が変わらなくて、なんか全部同じだよみたいな、ちゃんと笑ってたり、なんか、顔とかもちょっと変わるけど、なんかあんまり差がないって言われて、曲ごとに変えてほしいって言われて、で、どうすればいいですかねって先輩に相談した時に、まずその歌詞を何回も普通に朗読 読んで、もう歌詞をとにかく頭の中に絵本みたいに入れるって言われて、なんか文章なで、るそれでほど。その本を読んでるみたいに歌ってる時に頭の中に流して、で、なんだ、細かい表情を分けていくって言われたんだけど、それが一生できなくて、いやいや、今コメントできてるできてる、ゆっちできておっる、しゃ、最高だよって来なんてまか、す。それは泣いはい。た。でも、なんだろう。私は、そうやって考えてた時が、私は一番できなかった。もう考えすぎて、なんか、振りも間違えるし、立ち位置も間違えるし、緊張しちゃうの、顔が。で、普通に歌詞を覚えて、なんて言うんだろう、公演楽しんでたら、いつの間にか私は、なんか自分の、なんか世界の中に入ってて、なんて言うんだろう。もう曲やってるときは私はもう演技だと思って、なんかその曲に合った女の子を思い浮かべるの。ちょっと何言ってるかわかんないってなるかもしれないけど。そう。その曲の主人公だったらって考えて、なんだろう。めっちゃわかりやすいけど、普通に青春ガールズだったらめっちゃおバカな、なんかもう能天気女の子みたいな。で、それをなんか演技だと思って、もうずっとその女の子で歌って踊ればいいわけだから、そうやってやったり、なんだろう、バージンラブだったら、マジで本当にちょっと背伸びして頑張ろうとして、でも大人になりきれてない、ちょっと若い女の子、キャピキャピした女の子とか、なんかそういう自分の中でこの曲だったら、こういう女の子が主人公だなって考えて、その子になりきるみたいな感じで考えてるけど、できてるかわかんないです。いやいや、本当にありがとうございます。いアや、ドバイスまでもういたもう、だいちゃって、なんか、嬉そう、しい。表情に限っては人によって全然見方違うから、私の聞いた先輩みたいに、絵本みたいに頭の中で流す人もいれば、私みたいのもいるし、もう感覚でできちゃう人もいるから、自分に合った、なんか、やり方見つけれたらなって。いや、もう、すごいありがたいお話です。頑張ります。頑張ろ表情の方もちょっといろいろやってみます。ありう。よがかとうごったよ。ざいます。ありがとうございます。素敵なアドバイスで、もう、恥ずかしい。嬉しい。私もまだ入って1年ちょっとしか経ってない。1年8ヶ月とか。いや、マジで。本当に。全い然や、だ。もう、ありがたかったです。もう、こうやって、コラボできてもよかったです。ああ、ありがとう、あ本当りに。がとうございます。はい、じゃあ、最後に、一つ、やってみたかったのは、ゆっちも、
お姉ちゃんじゃないですか。うんうんうん。カノンも今8歳の妹がいて、うん、お姉ちゃんので、うん、姉トークと名付けて、うん、姉トークができたらなって思ってます。うん、はい。いいよいいよ。姉トーク。うんうん、姉トーク、うん、ということで、例えばお姉ちゃんあるあるだったりとか、うん、そういうことを話していけたらなって思うんですけど、はい、オッケーオッケー。はい。あの、なんかよくそういう姉トークをすると、うんうん、うんと、一緒に周りにいた人から聞かれるのは、言われるのは、その妹だが悪かったりとかしても、お姉ちゃんなんだから、なんか譲ってあげなさいとかある、はい、みたいに聞かれることが多いんですけど、どんな感じですか？ありますか？確かに、なんかお姉ちゃんだから譲りなさいみたいなあるけど、なんだろう、私の場合なんかもう私が妹がもう上だと私がもう思ってるから、もうそれ言われる前になんか、あ、もうどうぞ妹様様様みたいな優しい、もう優しい、もう白井家は妹が上なのよ。もうどう考えても妹が上だから、もう言い返せないから、あ、なるほどなるほど、いやいや全然、そうなんですね。いや、優しすぎじゃないですか。いや、妹が強い、本当に。あ、うん、そうですね。カノンのお家は、うん、なんかお姉ちゃんなんだから、こう、なんとかしなさいっていうことは、あんまりなくって、うん、それよりかは、なんか、本当にその、喧嘩だったら、本当に悪い方が悪いっていう、あの、本当に何その話の中でちゃんとやっていく感じですかね。うん、そう、すごいですね。妹、まあ、可愛いですよね、きっと。こっちゃんが。もう、カノンの妹は全然もう、はい、生意気ですから。もうって思うこともいっぱいあるんですけど。あるけど。でも、やっぱりお姉ちゃんってなんか寂しい時妹がいると、やっぱり二人でよかったなって思う。ああ、ね、確かに。それは、うん、でも本当に思います。妹の影響を、カノンもすごい受けてて、うん、性格も妹ができたのが結構遅かったんですけど、うん、7歳で、今7個離れてて、うん、7歳離れてて、うん、そう、それまでと全然違う性格に、もう変えられてってるので、影響をすごい受けてます、妹を。はい、妹、ね、妹、そう、喧嘩とかしますか？あ、なんかするんだけど、どっちも寝たら忘れるから、なんか謝ったりしない。忘れてる、どっち悪かったっけみたいな、まあ、なるほど。あ、でもその辺は一緒かもしれないです、うんうん、すっごい喧嘩して、もう お母さんとかも見てて、もうすっごい仲悪いなって思ってたのに、次の瞬間すごい仲良しに遊んでて、寝てないけど、すごいすぐ切り替えて行くから、そう、その辺。そういうのあるよね。うん、本当に喧嘩は何なんだってなります。喧嘩しても結局すぐ仲良しになっちゃうから、そんなこともあります。うん、そういうとこは楽だな、本当に。うん、うん。いつの間にか忘れてるから。でも本当に人の服を勝手に着ていくことは私はやめてほしいですね。ああ、そう、私もやるけど、ちょ、どっちもやるのどっちも勝手に物借りたり勝手にそう貸し借りしちゃうから、そう、どんどん物がなくなる。カノンも妹に送られます、すぐバッグとか使ってたら、あ、それあのスヌちゃんって言うんですけど、妹がそれスヌちゃんのじゃんって言ってすごい怒られます。物に厳しいですね、確かに。これは私のもの、家族だからいいじゃんねって思うけどねそう、本当に今ぐらい貸してくれてもいいじゃんねって思うんですけど、うん、すごい頑固に貸してくれません。厳しい、はい、うん、ありがとうございます姉トークっていうのをちょっとやってみたかったんですけど、うん、よかった難しかったです。ありがとうございます。ありがとう。はい、じゃあちょっとそろそろお時間が、あ、1時間しか今できないので、うん、あのちょっとそろそろ締めていきたいなって思うんですけど、はい、今日本当に
ありがとうございました。こちらこそ最初こちらの手際で全然すごいお待たせしちゃって はい、あれだったんですけど、本当にアドバイスもいただけて、急に振った話にもすごい答えてくれて、いえいえ、はい、楽しかったです、こちら。よかった、ありがとうございます。じゃあ最後にちょっとお写真を、はい、副書で撮らせていきたい、はい、撮っていきたいなって思います。じゃあちょっと整えてもらって、はい、いきます。はい、あ、ユッチーズって言えばいいですかね。ユッチーズ、ありがとうございます。やった、かわいいです。かわいく写ってます。かわいいです。よかったです。目大きいですよね。いやいや、かわいいです。目大きい、かわいかったです。ありがとうございます。じゃあこそで、恒例にしていきたいなって思うんですけど、もしよければ次回のおはようさんちゃんラジオのスペシャルゲストさんを、はい、もしよければ本当に、はい、無理だったら全然大丈夫なんですけど、うん、もしよければ次のゲストさんを紹介していただけると嬉しいです。わかりました、よろしくお願いします。はい、了解しました。今日は本当に本当にありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストは白井幸乃さん、ゆっちでした。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。では、はい、ではこれはうん、これはコラボの途中でっていうのはこのまま終わることはできるんですかね、うん、なんていうんですかね、今からちょっと、うん、いつもカノンがやらせていただいてるランキング読みをやっていきたいなって思うんですけど、うん、全然言っていただいてもいいんですけど、ちょっと長くなっちゃうので、うんうんうん、もしよければ今これは言っていただいても、ライブ終了押せばいいのかな、多分そうだよね、私がこれを押せばいいのか。あ、ではでは、また、はい、本当にありがとうございました。またレッスンで会いましょう。会いましょう。ありがとうございました。